青春の光がきらめく中で全てを忘れて二人は生きた。愛することにただひたすら、君と僕は生きてきたよ。あれから君と来た道がここで途切れてしまうのか。陰りを知らぬ青春の終わりがもう来たのか。眠り合い愛し合い幸せだった。愛の日が今では夢のようだよ。朝だけ他には何にもなくて、小さな部屋借り暮らしてきたよ。目覚めた朝にその窓から見える空が綺麗だった。心も青いままだった。体も青いままだった。愛する意味は知らないで、僕らはただ生きたよ。太陽が明るく燃えてる時や、影などあることを忘れるように、僕らも同じただ若さを燃やしながら生きてきたよ。ご覧よ僕のこのタバコ、はい。
今回のこのコンサートはさよならコンサートです。考えてみると本当に早いもので12年経ってしまいましたけど、今度はこのメンバー一人一人が一本になってね、独立して、そして新しい旅立ちをする、そんなきっかけのコンサートでもあります。ですから今回のコンサートはさよならコンサートとともにスタートコンサートでもあるわけです。今日はいろんな歌と思い出、そんなものを一緒に、皆さんと2時間ちょっと過ごしてみたいと思います。窓に押しかけあの人は触れてゆく空見つめつつ白い横顔曇らせて今日はお別れに来たという
し幼子があどけなく手を伸ばす風が出て聞いたからとあの人は馬車をしながら去ってゆく世界なんですね、ですけども女性はそれをこう裏返し反対側から見るわけですから何かを感じていただけたんじゃないかなと思います、今度は女性へのメッセージとしてそんなつもりで歌います。電車の中の子。電車の中で人に押されてる
あの子は二十歳ぐらいだろうか。若さが匂う顔や体にも眩しくなるほどに、どこまで行くか、どこで降りるのか、何も知らない。もうこのまま二度と出会うこともないだろう。ただそれだけのことなのさ。君も二十歳だった。どうしているか、今は幸せか、居所さえ知らない。会わずにいたら君の人生も変わっていたろう。もう遠くに去った愛の思い出だけど、今で Thank you.